フロは、ジョージアのアジャリア自治共和国にある町。アジャリアの首都、バトゥミから東に88キロメートル、アチャリスツカリ川の峡谷の上流に位置する。この町と近隣の山間部78の村により、フロ地区を構成している。フロは、サムツヘジャバヘティと国会沿岸を結ぶ、中世の街道沿いに位置する、商人の町であった。フロはかつて、フラと呼ばれており、 これは、召喚という意味であった。風呂の地域には、古代から人が居住しており、青銅器時代にまで遡ることができる。高さ約20メートルの巨石記念物、昼花メンヒルといったモニュメントが残っており、考古学者は葬儀にこのモノリスが関連していると考えている。また、カロト祭壇と呼ばれる遺跡も発見されており、キリスト教以前の時代の風呂地域に文明が、 存在していたことが確認されている。制度や城塞、中世式のアーチ橋が数多く残っていることから示される通り、この町は中世に建設された。16世紀、オスマン帝国は世界の諸地域にて積極的な征服政策をとっていた。ジョージアもその影響を受け、黒海の東海岸におけるオスマン帝国が拡大する方向の一つとなった。 しかし旧ジョージア王国の各地域はそれぞれ異なる時期にオスマン帝国から影響を受けたことでオスマン帝国との関係性も地域によって異なっていた。アジャリアは全域がオスマン帝国の支配下となったことからフロもオスマン帝国の支配を受けこの地域はイスラム教に移行した。オスマン帝国時代フロは ヒムシアシビリ家が統治していた上アジャリア地域の主要集落であった。1829年、フロはロシア軍のオステンザッケン将軍により一時占領されたが、ヒムシアシビリの屋敷を略奪後撤退した。オスマン帝国下でイスラム化したフロの人口は1870年代にロシアが行ったイスラム教弾圧により激減した。 また1990年代から2000年代にかけて、洪水やなだれが連続して発生したことで、風呂を離れる住民が多く発生した。ソビエト支配下の1929年4月、アジャリア山岳地帯のイスラム教徒住民は、強制的な集団化と宗教的迫害に反対し、武装放棄した。直ちに、ソビエト軍が投入され、反乱はすぐに鎮圧された。 これにより、数千人のアジャリア人が、グルジア SSR から追放された。フロ地区は、1965年に、現在の境界線にて、として設立され、2006年に、として、現在の行政区域となった。フロ地区には、ヒハニ城塞など、中世の歴史的建造物がある。ヒハニ城塞は、 オスマン帝国に反抗し捕獲、残守されたセリム・ヒムシア・シビリが1785年に防衛に使っていた。ヒハニ城塞の正確な建設時期は不明であるが、多くの研究者は10世紀から13世紀の間に建てられたと考えている。ヒハニ城塞はアジャリアで最も重要な城塞の一つであった。城は、 戦略的に非常に便利な場所に位置しており、南東側から一本の徒歩ルートがある。かつては、地元の領主の避難所として使われていた。また、ヒハに城塞に向かう途中には、13世紀に建てられた、スハルタ大聖堂がある。風呂では、歴史的建造物のほか林村タゴとを結ぶタゴイコール風呂ケーブルカーも、知られている。このケーブルカーは、 フロとタゴの間の最速の交通手段である。途中に支柱が一本も設けられていない、ワンスパン方式のケーブルカーとしては、ヨーロッパで2番目の長さである。ありがとうございます。